新橋駅。新橋駅は東京都港区にある東日本旅客鉄道、JR 東日本、東京地下鉄、東京メトロ、東京都交通局、都営地下鉄、ゆりかもめの駅である。所在地はゆりかもめの駅が東新橋1丁目、その他の駅が新橋2丁目となっている。当駅には以下の4車、局の路線が乗り入れている。 JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、東海道本線1路線のみである。詳細は、路線記事及び、鉄道路線の名称参照が、運転系統としては、以下の4系統が停車し、それぞれ専用の線路が割り当てられている。旅客案内でも、以下の系統名で、案内されている。また、特定特使内制度における、東京特内及び、 東京山手線内に属する。1872年10月14日、明治5年9月12日、東駅横浜駅、現、桜木町駅間に、日本初の鉄道が正式開業する際に、起点駅として開設された、日本の鉄道開業を参照。S 字カーブのほぼ中間に位置する。なお、百七十二年六月十二日、明治五年五月七日に、 品川駅横浜駅間は仮開業していた。その後、1889年、明治22年7月1日には、東海道本線が神戸駅まで全通し、国土の重要幹線における東京側のターミナル駅として、東京駅の開業まで重要な役目を担うこととなった。1900年、明治33年に、 大和田武樹が作詞した鉄道唱歌では、奇跡一斉新橋をはや我が汽車は、離れたりあたごの山に入り残る月を、旅路の友として、と歌われた。現在の駅は2代目で、1914年の東京駅完成により、東海道本線の起点が変更され、それまでのカラス森駅を新橋駅に改称して、現在に至るとともに、 元の新橋駅は、塩止め駅に改称され、荷物列車と貨物列車の専用駅となった。その後は、塩止め駅を参照。カラ森駅は1909年に開業した、現在の山手線に相当する、電車専用駅であった。開業に遅れて竣工した初代の駅本屋は、辰野火災建築事務所が設計した、万世京駅を参考に、鉄道員が設計した。 ルネサンス様式レンガ作りであった。その後関東大震災で内部を消失する被害にあったものの、構え体そのものの被害は警備であったことから、屋根部分の改修で戦後まで使用されたが、東海道線と横須賀線の分離運転に伴う、道線の地下ホームの建設に支障をきたすことから、1970年、昭和45年に撤去された。上野東京ライン開業後は、 東海道本線の乗降客数が増加すると見込まれるため2013年2月22日に東海道本線のホーム拡幅工事が実施された。上り線を約400メートルにわたって最大0.78メートル西側移設してホームの拡幅を実施した。1934年昭和9年6月21日に東京地下鉄道の駅が開業した。もともとは 現在の都営浅草線が走っている品川駅方向に向かって計画されていたが、建設当時には渋谷駅方面を目指して計画が変更されおり、それに沿って建設された。1939年昭和14年1月15日には、同駅から建設していた東京高速鉄道の駅が開業した。同社は、 東京地下鉄道の規格に合わせて建設されており、1935年、昭和10年には直通運転の協定を結んでた、ものの東京地下鉄道側の準備が整わなかったことから、同年9月16日に、相互乗り入れを開始するまでの8ヶ月間、東京高速鉄道側で独自に建設した、駅ホームを使用していた。なお、この東京高速鉄道の新橋駅ホームは、 同社と東京地下鉄道の不仲により、東京高速鉄道側がやむを得ず急遽建設したホームとして言及される事例があるが、実際には1936年、昭和11年5月に地下鉄道、高速鉄道双方が合意して結んだ施行協定に基づき、東京高速鉄道側が自社線の列車の一部を折り返させるホームとして、あらかじめ計画して工事を行っていたものである。 その後、両社は1941年、昭和16年9月、陸上交通事業調整法に基づく、戦時下の交通事業統制によって、低都高速度交通栄岩、栄岩地下鉄に統合されるが、運行体制を引き継いで、現在に至る。当時の東京高速鉄道のホームは撤去されずに、留置線として利用されている、駅構造を参照。このホームは、 現行の銀座線電車の床面より15センチほど高くなっている。なお、東京メトロによると、東京高速鉄道時代の新橋駅の設計図などは現存していないため、東京高速鉄道新橋駅の正確な駅構造は不明とされている。そのため、駅の構造や車両の大きさなど基本的な部分は変わっていないにもかかわらず、なぜ新橋駅だけ電車の床面より ホームが高くななってていいるのかは判明していない1945年1月27日に連合国軍機の空襲を受け、銀座駅の水道管が破裂し、新橋駅日本橋駅間のトンネルが浸水したため、新橋駅渋谷駅間で折り返し運転を行うこととなった。現在使用されている東京地下鉄道のホームは、日本橋駅の銀座線ホームと同様に、 島式ホームであったが、利用客の増大により1980年、昭和55年から混雑緩和のためホームを分離させ、従来のホームを渋谷方面とし、浅草方面に短式ホームを新設して、これに割り当てている。なお、虎ノ門寄りには、島式ホーム時代の浅草方面の駅名標が残されている。2002年、平成14年には、 乗り心地の改善と保安度の向上のため、新橋駅浅草方の道床更新、曲線改良をし、それに伴ってホームの拡幅工事が必要となったことから、8月25日の始発から午前8時50分まで、銀座とめ池山王館を運休させた。映画地下鉄の駅は2004年、平成16年4月1日の民営化に伴い、東京メトロの駅となって、 現在に至る。1960年昭和35年12月4日に、オシアン駅浅草橋駅間が開業した、都営浅草線は、1963年昭和38年12月12日に当駅まで延伸開業した。当時は1号線を名乗っていたが、1978年昭和53年7月1日に、現在の路線名に改称した。 なお、1963年、昭和38年2月28日の人形町駅東銀座駅間の開業時より、塩止め信号所、初代として先行使用を開始していた。これは、当駅周辺の土地確保が難航したことなどにより、当初の予定が変更されたためである。この信号所は、東銀座駅発着列車の折り返しのために使用されていた。 1995年、平成7年11月1日の開業当時、当駅は、現在の汐留式センターと、日本テレビタワーの中間に位置した、相対式ホーム2面2線の仮設駅となっており、分岐器もカーブを曲がった先、汐留駅の手前に設置されていた。2001年、平成13年3月22日に仮設駅より、少し西へ移動し、現在の駅が開業した。 仮設駅のあった場所には新たな分岐器が設置され、元の分岐器は使用停止となっているが、現在も軌道跡が残っている。JR 東日本の改札は、日比谷口、銀座口、唐洲森口、塩止め口の4カ所である。山手線京浜東北線、東海道線のホームは、高下部に、横須賀線のホームは東口地下にある。また、 東京メトロ銀座線のホームは、駅北側の地下に、都営地下鉄浅草線のホームは、駅東側の地下に、ゆりかもめのホームは、東口駅前広場の高架上にある。高架部に、東海道線、山手線京浜東北線の島式ホーム3面6線と、地下に、横須賀線の島式ホーム1面2線を有する。横須賀線のホームは、東京寄りの4両分を、 シールド工法で、それ以外の11両分を、改作工法で建設した。横須賀線の乗り場番号は、地上ホーム番線からの通し番号を、7.8番線、ではなく、1番線から振り直している。ホームは、曲線部に位置しているため、いずれのホームも立番の駅員が常駐する。カーブ上にあるため、電車とホームの間が広く開く。改札内コンコースと、 各ホームを連絡するエスカレーターが設置されている。ただし、山手線内回り、京浜東北線大宮方面ホームのエスカレーターは、日中帯はすべて上り、ホーム方向運転で、下り、コンコース方向運転は、平日朝の通勤時間帯のみとなっている。また、横須賀線のホームと連絡するエレベーターも、設置されているが、通常は荷物運搬用として利用されている。 カラス森口改札内コンコースの一部には途中に階段が設置されている。3.4番線ホームの浜松町よりに一斉園と称するミニ庭園が設置されている。横須賀線ホームへ通じる駅改札内地下通路のちょうど東海道新幹線の高架下にあたる部分は JR 東海の敷地であり、東海キヨスクが管理、運営する。 ベルマート及び飲料水自動販売機が設置されいる。2010年9月に、駅施設のリニューアルが発表され、同年11月から工事に着手した。2016年度までの完成を予定している。その内容は次の通り。なお、2012年度から本格的に設置を進めている、山手線ホームへのホームドア設置は、リニューアル工事の完了後に行われる予定である。 出店、JR 東日本、駅構内図、日中時間帯の京浜東北線は、快速運転のみであり、当駅を通過する、千鳥停車。1、地下1.2、地下2番線は、日本電オート製。3.6番線は、五感工房製。4.5番線は、東洋メディアリンクス製の発車メロディが導入されている。 なお、2010年7月19日から同年8月20日の間、発車メロディに、ウイスキーが、お好きでしょが使われ、話題となった。これは発車メロディを使った、サントリーの広告という位置づけであり、JR 東日本としては、初めての試みであった。短式ホームが2つある、変則相対式ホーム2面二線を有する地下駅。以前は、島式ホームであった。 このホームは現在の銀座線を浅草側から開業・延伸していった東京地下鉄道時代に終着駅として使い入れていたものを改良したものである。渋谷方面から当駅に到着する直前に2本の留置線がある。これは現在の銀座線を渋谷側から開業・延伸していった東京高速鉄道の駅で開通1年足らずの間だけ使用された。 当端式ホームの携帯、部長は2両分であった。高速と地下の直通運転後は、旅客営業では使用されなくなり、後にホームの一部が業務用の会議室や通路などに転用されたが、一部は当時のままで残存している。現在は留置線となっており、翌朝の虎の門市発電車が日本夜間留置される。この施設は通常東京メトロ社員や関係者のみしか、 立ち入ることができないが、時たま行われる各種イベントなどで一般に公開されることがあり、テレビ番組でも何度か取り上げられた、入り口は8番出口への通路の途中にある。鉄道ファンなどの間では、幻の新橋駅の通称で知られている。エスカレーターは1番線の虎の門よりと2番線の銀座よりに、エレベーターは両ホームの中央にあり、それぞれ改札内コンコースと連絡している。 また、4番出入り口付近に、エレベーター専用出入口が設置されている。BR7 番出口から先、公共地下通路、内幸町地下通路につながる入り口がある。また、7.8番出口に近い渋谷寄りの改札は、渋谷方面域の一番線ホームへ直結している。当駅は、銀座駅、つとむ関区新和市地域として、近隣の駅を管理している。 相対式ホーム2面2線を有する地下駅。かつては、新橋駅、勤務管理所が所在し、東日本橋駅大門駅間、末期は、新橋駅人形町駅間を管轄する、新橋駅、勤務区が設置されていた。現在は、幕露駅、勤務管区幕露駅、勤務区となったが、末期の旧、新橋駅、勤務区参加の各駅については、曝露駅、 ストム区の一部管理業務を当駅が行っている。当駅と大門駅の間には、大江戸線汐留駅とを結ぶ汐留連絡線上の分岐があり、大江戸線の車両を E5000 系電気機関車牽引で、孫ご車両研修場へ改装するときに使用される。大門寄りに非常用の渡り線が設置されており、大江戸線車両の改装時に使用されるが、 1968年6月21日に浅草線が大門駅から千学寺駅まで延伸するまでは当駅、大門駅間が単線運転だったため、この渡り線が活用されていた。開業当時は東銀座寄りにも両渡り線が存在し、前述の塩止め信号所、初代時代から使用されていたが、千学寺駅延伸後に撤去されている。 エスカレーターは東銀座より改札口たホームを、エレベーターは大門より改札口たホームを連絡している。島式ホーム一面二線を有する高架駅。駅下を国道15号第一京浜が横断する。改札口はエスカレーターと階段を上がった先にある。駅ごとの伝統文様は新橋色の柳島門様である。JR 駅舎前の出入り口に ウィング新橋への直通エスカレーターと案内所が設置されている。出店、ゆりかもめ、駅構内図。各年度の1日平均乗降人員数は、下表の通り、JR を除く。各年度の1日平均乗車人員数は、下表の通り、以前この先一帯は、塩止め貨物駅だったが、2001年から2002年頃より、再開発が進み。 近代的なオフィス街として変貌を遂げている。古くからの商店街や中小様々な雑居ビルが混在するビジネスマンの観楽街となっている。駅前広場には C11 形状機器官社 C11292 が生体保存されていることから通称 SL 広場と呼ばれている。テレビのニュース番組などでサラリーマンや OL への街頭インタビューがこの広場で やれることが往々にしてある。広場に隣接して、競輪場外車券売り場のラピスタ新橋、開園制がある。また、SL 広場横にある、ニューシンバシビルには、金券ショップが多く入居している。SL 広場になる以前は、野外ステージ、通称、新橋ステージがあり、昭和20年代後半から30年代初めまでは、街頭テレビが設置され、ステージの下部には、 場外馬券売り場、後に移転、ウィンズ新橋も置かれるなど多くの人たちで賑わったが、1972年の駅前再開発計画でステージは解体され、SL 広場となった。また広場にある SL は、毎日3回、12時、15時、18時、帰的がなる。ただし二千十五年一月十二日から約2ヶ月間、八年ぶりに塗装工事をするのに伴い、 その期間汽笛はならない。JR を利用して、銀座6の発丁を目ないし、銀座9へのアクセスが便利な出口である。東口ターミナルの新橋駅前停留所には、都営バスの他に深夜急行バスが発着する。都令一、支部88系統は、外堀通り沿いにある、新橋駅北口停留所での乗降も可能で、実際に乗り降りする客は、こちらの方が多い。 また、深夜の駅前周辺の交通事情から深夜レイ系統は、北口停留所までの運行なり、ターミナルまでは客扱いを行っていない。また、橋63系統は、北口停留所に停車しない。なお、50系統の東京スカイツリー駅、深川車庫方面は、新橋1丁目交差点北側、銀座線3番出口付近の新橋停留所から、 発車するが、20時以降は、駅前ターミナルから発車する。トレと6系統においては、国道1号沿いの新橋駅前、終点停留所においての下車のほか、2010年3月24日からは、駅前に港区コミュニティバス、チーバスが乗り入れるようになった。東京モノレール羽田空港線が、浜松町駅から東駅を経て、東京駅方面まで延伸される計画が、 存在するが、2013年時点では、具体化されていない。東京モノレール羽田空港線新橋、東京延伸計画も参照。なお、この路線は計画当初、当駅を始発駅としていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。